得吗？どうも 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが10月20日の金曜日なんですけれども、今回の動画は今シーズン1軍当番は2試合苦しんでいる秋山匠投手の現状についてです。秋山投手といえば2桁勝利3度、まあ、タイガースのピッチャー陣の中で実績はズバ抜けてるピッチャーなんですが、昨シーズン、そして今シーズンと2年続けて苦しんでいる状況があります。先日のフェニックスリーグでも悔しい投球があったということで、秋山投 投手の現在そして今後について思うことこの点についてお話をしていきますよかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますが今回ご紹介していくのは秋山投手の現在についてですさあ秋山投手今シーズンが14年目そして現在32歳 タイガースで言うと、生え抜き最年長のピッチャーです。ピッチャーなら岩崎投手や岩沢投手、出野手なら梅野選手など、まあ、現在32歳、まあ、このラインの選手たちが、生え抜き最年長という形になります。まあ、チーム最年長でもね、まあ、ニ投手が、えー、残念ながら戦力外という形になってしまったんで、西祐希投手がチーム最年長ですが、やっぱりまだ30代中盤の選手でも、チームの中で一番年齢が上ということを考えると、本当にタイガースチーム全体で若い。で、そんな秋山投手といえば、2017年、12勝6敗、 防御率を記録してて初めての2桁勝利で、そこからはちょっとね、また苦しいシーズン続いてしまったんですが、2020年、短縮シーズンではありましたが、ここ11勝3敗、防御率2.89で2桁勝利。で、翌年2021年も10勝7敗、防御率2.71ということで、2年連続2桁勝利。まあ、合計3度の2桁勝利を上げ、ここまで49勝を挙げているピッチャー。ただ、そんな秋山投手は昨シーズン2022年、1軍で5試合先発しましたが、1勝3敗、防御率が5.48と。 苦しいシーズンになってしまった、まあ、昨シーズンの秋山投手は2018年にメスを入れた右膝ここに再度痛みが走り、まあ、なかなか思うような投球そして調整ができなかったということを明かしていましたですが秋山投手は自分自身がローテに入ればまだまだ若手ピッチャーには負けないこういうコメントを出していたんですね 順ュとかサイキとか先発が出てきましたけど、投球術ということに関しては全然負けてないし、いい球を投げるだけが全てじゃない。僕がローテーションに入れば、二桁勝利3回してますし、勝てるピッチャーだと思ってる。二軍にいても全体的に自覚が足りない選手ばかりだったんで、自分も若い時はそうだったのかもしれないですけど、こいつらにはまだ負けないなって、一緒に練習しながら感じていました。秋山という名前が出てこなさすぎて、みんな忘れてると思うんですけど、来年の開幕の時には、秋山おったやんみたいな、いい意味で期待を裏切るような、プラスの戦力として一年間頑張りたい。 こういうコメントを出していて、2023年シーズンに入ったんです。で、そんな秋山投手の今シーズンの流れ、まあ、先ほどご紹介した通り、2023年に秋山おったやんと、そういうシーズンにしたい、巻き返したいと、まあ、こういうコメントを出していたんですが、開幕前ですね。まあ、開幕ローテーション入りがほぼ決まっていた伊藤正史投手が、左肩の違和感で離脱。で、その流れで白紙になった開幕カード2戦目、ここで秋山投手、先発の切符を勝ち取ったわけですね。まあ、もちろんチームにとって伊藤投手の出遅れ、これはめちゃくちゃ痛い流れだったんですが、 その分、秋山投手からすればチャンスですからね。まあ、しっかりこれを物にして、本当に伊藤投手にチャンスを与えない。自分自身で風穴を開けない。これがとにかく重要になる一戦だったんですが、この日の秋山投手、5回を投げて球数63球。まあ、決してペースは悪くなかったんですが、初回に4失点。で、2回に1失点ということで、5回を投げて5失点。で、そこからすぐに秋山投手は登録抹消。で、その後ね、ちょっと時間が経って、伊藤投手が1軍復帰を果たし、で、このゲームですよ、秋山投手が投げた後、2番手 で投げたのが村上投手なんですね村上投手は今シーズン中継で1試合登板があるんですがこの日が今シーズン初登板でここで150キロオーバー記録し、まあ、しっかり積み合うと残してね、まあ、そこから先発ローテに入るという流れになったんでま一、あ、つこの日のゲームは秋山投手にとってもそうですが村上投手にとってもね、まあ、大きなゲームになったという流れがありますでそこから秋山投手は4ヶ月間2軍調整続けましたで巡ってきたのが8月2日のドラゴン戦この日の先発マウンド、まあ、秋山投手にとってはここめちゃくちゃ チャンスと言いますか絶対に結果を出さなければいけないまあそういうゲームだったんですが4回3分の2を投げて86球飛安打9本3失点ということでこの日もヒットをたくさん集められてしまったで今シーズンの秋山投手と最後に2桁勝った2021年の秋山投手、まあ、球種別割合見てもほとんど大きな変化はありませんただやっぱり気になるのが急速ですかねもともと秋山投手はね150キロ以上バンバン投げるというわけではないんですが2021年はマックス145キロ出てたんですよですが今シーズン2試合の当番 ではあるものの開幕2戦目の最高球速は141キロで8月の登板は139キロということでやっぱりマックスが140キロ前後となるとちょっとでもボール甘く入ってしまえばやはり打たれてしまいますからね、まあ、この辺フォアボールめちゃくちゃ出しているということではないんですが、まあ、全体的にコントロールが甘くなってしまってる中で球速があまり出ていない、まあ、この辺が今シーズン秋山投手が苦しんでる一つの要素なのかなという風にも感じますでそんな秋山投手のファーム全体成績ですが今シーズン17試合に先発し防御率が3 9 8勝109.1回を投げて、奪った三振62個、脱三振率が5.10、被打率が2割7分6厘ということで、まあ、109回3分の1を投げ、与えたフォアボールは12個ですからね、まあ、決してめちゃくちゃフォアボールを出してるということではありません。ただその中で被打率2割7分6厘、まあ、防御率も4点台近いということを考えると、まあ、ファームでもどうしても、ボールが甘くなってしまい、打たれてしまう、そういうケースが多くなってる。で、先日のフェニックスリーグ、秋山投手は17日のライオンズ戦登板したんですが、この日も5回を投げ8 0 16球ヒアンダ9本6失点まあ、自責は4点ですけれどもフォアボールゼロの中で打たれてしまっている、まあ、2020年2021年と2年連続で2桁勝利を挙げた秋山投手から考えると、まあ、なかなか考えられない流れですよねで秋山投手がローテの軸を担ってくれていたこの2年間と直近2年間やっぱりタイガース先発陣の流れめちゃくちゃ変わってるんですよ というのも2020年に関しては軸になってくれていたのが西祐希投手と秋山投手。まあ、この年西投手が11勝5敗、防御率2.26を記録して規定投球回を突破。で、秋山投手はギリギリね、規定投球回には届かなかったんですが、11勝3敗、2.89とチームの勝ち頭になってくれた。で、この時青柳投手もね、規定投球回クリアしていましたが、7勝9敗、防御率が3.36ということで、まだ完全に一人立ちという形ではなかった。でも、この2020年は完全にこの3投手が軸になっていた。でよく 今年年2021年、一本軸が増えました。そう、伊藤正史投手ですよね。まあ、この年のタイガース、青柳投手が完全に一人立ち、13勝6敗、防御率が2.48、タイトルを総なめ。で、伊藤投手が1年目ながら、10勝7敗、防御率2.44。で、そこに続いていたのが秋山投手です。10勝7敗、防御率が2.71ということで、2年連続の2桁勝利。まあ、この年ちょっと西祐希投手苦しんでしまいましたが、それでも規定投球回到達。マスケットのガンケル投手含め、徐々にチームの柱が増えている状況。で で、そこから2022年ですよね。まあ、秋山投手のコメントにもありましたが、若手で言うと西純也投手であったり、佐伯投手が出てきて、もう今シーズンは皆さんご存知の通り、大竹投手、村上投手と、どんどん新しいピッチャーが出てきている。で、そういったチームの大きな流れがある中で、秋山投手も踏ん張りたいところだったんですが、昨シーズン、そして今シーズンと苦しんでる現状があるわけです。ということで最後になりますが、本当に僕自身、秋山投手、復活してほしいなと、また1軍で輝いてほしい、そのように強く思うピッチャーの一人です。まあ、本当に近年のプレー、 平均球速がががっと上てて150キロが出ても、ね、まあ、そこまで驚きではない。まあ、160キロが出てやっと、うおーってなるかなっていうね。まあ、そういう全体的な流れがある中で、まあ、山投手は140キロ中盤でもバンバン抑える。実際3度の2桁勝利を挙げてるわけですから、こういうピッチャーが1軍で輝くと、まあ、ボールが速くない。まあ、今の子供たちでもね、やっぱりコントロールや投球術次第で、プロの1軍でも活躍できるんだと、たくさんお金稼ぐことができるんだ。まあ、そういう夢というのをね、与えてくれる選手の一人なんじゃないかなという風うに強く感じる で、そういうう思いいがががああるわけなんですが、まあ、先日タイガース8選手の戦力外報道がありましたよねでそういった選手たちの中から、もしかしたら現役ドラフトにかかるんじゃないか、ファンの中でもそういった様々な噂というのがありました。ですが、そういった選手たちが軒並みね、まあ、戦力外という形でタイガースを去る流れになり、そうなってくると、この秋山投手がもしかしたら現役ドラフトのリストに乗るんじゃないか、ファンの中でそういった声というのも出ている。で、改めて現役ドラフトのルールを 確認すると年俸5000万円以上の選手はリストアップ対象外という形になっていますですがその中で1名に限り1億円未満の選手であればまあ、1人対象可能ということで、まあ、秋山投手が言われている今シーズンの推定年俸8800万円ですからねまあ、この規模感の選手が現役ドラフトのリストに乗るというのは12球団見渡してもなかなかない流れかもしれませんがまだ秋山投手は FA 資格を持っていませんし複数年契約も結んでいないまあ、その他様々なルールを考えていっても秋山投手がリストに乗る可能性自体はゼロ でではないんですただやっぱり個人的に思うのは、先ほどもご紹介した通り、まあ、昨シーズン、そして今シーズンと、結構タイガースはピッチャーの戦力整備を行ってるんですよ。で、今シーズンも特にそうですよね。まあ結構年齢が上の選手を、まあタイガースは戦力外という形でリリースしたんですが、例えば小林投手は今シーズン、ファームで39回3分の1、二ホ投手は38回3分の2、渡辺投手は24回3分の2と、まあこの3投手合算でもファームで100イニング以上あって、で今シーズン若手で言うと、キ式投手がね、先発やって、 いたというのもありますが、72回3分の1を投げている。で、そこからもう桐敷投手は完全一軍定着してるんで、今シーズン最も多いイニング数109回3分の1を投げた秋山投手。まあ、こういった2軍運用というところを考えてもね、まあ、ちょっとリリースするというのは、いろいろ難しい部分もあるんじゃないかなというふうにも感じます。もう、やっぱり、なんとか、もう一度タイガースで花開いてほしい。まあ、ほんといろんな経験してるピッチャーですから。まあ、この経験値というのは間違いなくタイガースの財産にもなると思うんで、昨シーズン、そして今シーズンと悔しい流れが続いていますが、今後一体どう。 流れが待ってていいいいるか引き続きき続注目していきたいなと思いますはい、ということで、今回の動画では、直近2年間、悔しい流れが続いている秋山投手の現在、そして今後の流れについて思うこと、この点についてお話をされていただきました。まあ、この現役ドラフトに関しては、それぞれの球団が一体どういう熱量で臨むか、まあ、それによってね、どんな選手をリストに載せるかが変わってくるんですが、まあ、今シーズンタイガースは一体どれぐらいの熱量で臨むのか、まあ、この点も一つの注目ポイントになるかなということで、なんとか復活してほしい秋山投手、一体どういう流れが待ってるか、 引き続き注目していきましょう。皆さんは現在の秋山投手についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者4万9000人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万人ということで、 今後とも阪神情報局、何とぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。なんとかきっかけをつかんでほしい秋山投手、今後の流れも引き続き注目していきましょう。ではまた。